ベリーズの歴史、ベリーズの歴史では、ベリーズの先古天気から現代までの歴史について扱う。マヤ文明が栄えた地域の中でも最も古く、先古天気中期でも最も早い時期にオレンジワオーク群、オレンジウオークの西五キロメートル）ので、楕円形の基段を持つ住居跡からなる、集落跡が確認され、それに伴う土器は、スワジ意識土器といい、放射性炭素年代測定法などで、 マヤ地域で最も古い河原家であることが判明した。千古天気候期になると、紀元前100年頃、ラマナイ遺跡で建造物 N10 から43という2段の階段上気団の上にやや小さめに4段の階段上気団が乗るピラミッド神殿が建設され、その規模はこの建物が囲んでいる広場、プラーザの床面から33メートルに及んでいる壮大なものであった。 そして、この時期独特のマヤの神々の4メートルに及ぶ、漆喰彫刻の顔が、建造物下部の段の両脇を飾っていた。また、同じようなスタッコー人頭が、建造物の基段につけられる建物は、コロサル軍のセロス、セロス遺跡でも確認されている。このほか、ノームルでも大規模な建築活動が見られた。古典期前期については、アルトゥン派、 アルトンヘクタールの墓界8から1で儀式を行った後が調査され、テオティワカンの起源2世紀頃の時期の儀式を行った後と同じ人形型の黒曜石製品届が発見され、他にはそのような著しくテオティワカンを意識した遺構、遺物は検出されていない。一方、被装者の人骨の科学分析結果は在地マヤ人であるという結果を示したので、 この墓や行われた儀式は、テ手置ワ間の権威に従おうとする、アルトゥン派の支配者によるものだと推定される。ベリーズ南部、玄カヨ州のマヤ山地、モパン川の上流に位置する都市国家であったカラコルは、ヤハウイコールテイコールキニチニセイ、支配者さん、スヨウとも呼ばれる。の時、カンペチェ州にあるカラクムルと同盟し、六十二年の星の戦争で、ティカルを攻撃して、 打ち破った。680年に、ナランホに攻撃されて破壊され略奪されるまで、繁栄した。一方、またラマイの建造物、N10 から43は、引き続き古典機でも使用され、千古典機後期の建物の上に七世紀頃、古典機の建物を覆うようにして築いている。トレド軍ルバントゥン、カヨ軍のシュナントイニチなどの都市も建設された。あ古典機になって、 グアテマラ北部のペテンテイチなどの中部地域でマヤの諸都市が放棄されてもラマナイは人口の減少が起こらず繁栄を続けた。またノームルが復興してユカタン北部の影響を受けた建造物が建設されている。ラマナイのみならずベリーズ国内に見られるこの時期の他の遺跡でも儀式が行われた以降ではマヤパンなどユカタン半島の五古典期の遺跡で出土するものとほぼ 同じ航路が発見されている。これは、チェトウマルという国が、この時期に、ベリーズで繁栄していくことと関連していると思われる。また、サンゴ礁のキーにも、五個天気の遺跡が見られ、鉛竜土器の湿度が見られる。プトゥン人のホンジュラス西部のモタグア川の川口から、ユカタン半島を周回し、タバスコ州へ抜ける交易路に近かったこと、カカオモメの産地だったことなどで衰退せずに済んだと、 思われる。1527年、ユカタンの征服者として知られる、フランシスコ・デ・モンテーホが、チェットマルの中心地を訪れた時には、2000もの家屋を目撃したという記録がある。1531年以降、モンテーホの部下たちスペイン人との争いの中で、ベリーズのマヤ人の勢力は17世紀初頭にかけて、徐々に衰退していく。ベリーズの地は、 グアテマラの総督府の管轄に組み入れられたものの、ペテンテイチの密林地帯の彼方にある辺境の地であったため、グアテマラ総督の失政権が事実上及んでいなかった。そのため、1638年にイギリスの武装船団が到達して、ベリーズシティ沖にある小島セントジョージに勝手に入植を始めた。グアテマラ総督府は軍隊を派遣して一時的にイギリス人を追放したが、 1660年にはイギリス戦団の狩猟バルトロマイ・シャープがマホガニーや赤身抜きという豆科の樹木の伐採を始め、その木材をイギリス本国に売り始めた。ベリーズ定住の規制事実が世代交代を重ねて作られていったので、イギリス政府は外交の場にこの規制事実を提出、1763年のパリ条約、1783年の ベルサイユ条約を通じて、スペインに妥協を強いて、ベリーズを自由に使用収益させることを認めさせた。1784年以後、人口増大などの理由で、対岸のベリーズシティに移転した。1798年に、イギリス入植者たちが、スペイン軍を破って事実上のイギリス植民地となった。その後、1821年に、グアテマラが独立すると、 ベリーズについて、イギリスのベリーズ支配は不法選挙であって、スペイン統治時代のすべての権利はグアテマラに継承されていると主張し、ただ主張するのみならず国境沿いに軍隊を展開させたこともあった。1847年から1901年、1859年にイギリスとグアテマラがベリーズの領有をめぐって交渉を開始し、イギリスが グアテマラシティからカリブ海までの道路を建設する代わりに、グアテマラにベリーズの使用収益権を認めさせたが、イギリスは道路を建設せず、グアテマラは使用収益権を認めただけだった状態が続く。一方で、イギリスは意識的に入植者を増やし、1862年には、ジャマイカ総督管轄下のイギリス王室植民地として、英霊、ホンジュラスを宣言した。 1884年にジャマイカから離れて単独のイギリス植民地となった。1950年代に入ってからベリーズの民衆に独立の機運が高まっていった。人民連合党 PUP が誕生し、1954年憲法が定められ、成人に選挙権が認められた。1957年の普通選挙によって、 自治権を獲得。1960年には、総督のもとに行政院と立法会議が設立された。1963年には、自治政府が認められたが、あくまでも自国領を主張するグアテマラとイギリスの間で独立について交渉が決裂した。1972年以降、このベリーズ問題は、国連総会の議題に上るようになった。 1972年に首都はベリーズシティから内陸のベルモバンに選都された。1973年1月、ベリーズの国名の名乗りを挙げたが、その独立は1980年の国連総会、1981年9月まで持ち越された。最終的にイギリス連邦加盟国として独立。政治体制はイギリス国王を元首にいただく。 英連邦王国を選択した。1986年11月、グアテマラはベリーズの領有権放棄と独立の承認を宣言し、1991年には安全保障協定について基本的な合意が成立し、グアテマラとの国交が回復した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。